仕事もなく一番ネガティブだった頃、レイカは一日中動画配信を眺めていた。おお、ずいぶん切り込むね。よく見ていた配信は社会の闇を覗き込み、好き放題に糾弾するというものだった。その頃のレイカは負の情報から得られる快楽に浸りきっていた。そしていつかは自分もと思っていた。それが現実となった今、萌え声から繰り出される舌鋒鋭い発言と、かつてデザイナーだった頃に学んだ動画演出のうまさが功を奏し、チャンネル登録者数は瞬く間に伸び、大物ライバーの仲間入りを果たした。あ、何この登録者数。え、これ収益化できちゃう？嘘。よし、これでやってきる。これからはもっとネタを探して、みんながもっともっと喜びそうなことを物申していかないと。無事フィックスしたようだね。レイカの配信動画は大物芸能人のスキャンダルに物申した途端、さらに跳ねた。忖度なしはいいね。えっぐ、こいつ消されるんじゃね。跳ねたのは偶然だと分かっていたレイカはリスナーにも気を使った。あ、この人は扱い注意かな。かつて自分がそうだったからネガティブなリスナーの扱いはわかる。彼らが望むよう振る舞い、適切なターゲットを選ぶ。気づけば登録者数は50万を超え、その収入も今まで見たこともない数字になっていた。